名護市は神奈川県鎌倉市大町にある旧地名。名護駅離道市、名護屋水道、名護駅踏切などにその地名が見える。県道311号沿いの名護市の街並み。名護屋水道に至る緩やかな坂を名護江坂と称する。前方に見えるのは名護屋クリーンセンターの煙突景品急行バスの窯30から31系統に名護屋停留所があり、 神奈川県道311号鎌倉葉山線沿いに、名古屋水道に向けての一帯、及び衣張り山麓に切れ込む、ヤード一帯が、名古屋地区となる。名古屋地区のほぼ南端で、名古屋水道手前の鎌倉市の清掃商客所である、名古屋市クリーンセンターの長方形の特徴的な、煙突は、遠方からもよく見える。中世以来、材木座や、小町、大町と並んで庶民の生活地である。 現在も自社が点在する古い町並みの残す静かな住宅地となっている。鎌倉市の南東部に位置し、現在の行政区分場は、大町3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、あたりと2丁目の一部を指す。大町の旧自治会の中には、名古屋自治会があり、大町7丁目に名古屋自治会館がある。江戸時代にれた新編鎌倉市では、 現在の鎌倉市大町三丁目一番二十二にある安養院を名護市の入り口と表現している。小町、材木座、上明寺といった地域に隣接し、名護駅離同士の途中からは、逗子市に入る。北西端の祇園山、衣張山の裾から上明寺、逗子市にかけての丘陵部に、小さな宿が無数に広がり、これら全体を含めて名護屋谷と呼ばれることもある。 大町七丁目あたりを水源とする逆さ川が地域内を東から西に横断し、北西方向からは神奈川県道311号鎌倉葉山線が東に向かって名古屋水道まで走る。神奈川県道311号鎌倉葉山線は長勝寺の手前の名古屋踏切で横須賀線がクロスし、横須賀線は名古市トンネルで逗子市に向かう。 鎌倉七口の一つである、名古屋切通旧道宮堂は、現在は、横須賀線トンネルの直上に位置し、沖石や掘割の遺構が残る。前述のように尾根を越えて、逗子川もかつては、名古市であり、鎌倉川の名古市と接する旧久の谷村には、西名古屋、東名古屋、旧、小坪村にも、名古市の正寺名がある。また、逗子久久久町目には、名古屋亀池、名古屋緑地があり、 後者は、名古屋緑地の里山として、図志市景観資産に認定されている。名古市の地名は、かつての三浦方面への旧道で、この辺りの坂及び、霧道市が難所で、難、古市と呼ばれたことに由来すると言われる。文献上では、東鏡中に、天福元年の殺人事件に言及した記述に、名古屋坂の記述が見える。また、元旧三年、県営元年に、 源の佐根友の名古屋さんの辺で雪見をした旨、上級元年の鎌倉の大化が名古屋さんの際まで及んだ旨の記述がある。よって鎌倉時代の極初期には名古屋市の地名の表記は成立していたと思われる。鎌倉時代は初代執権法上時世がこの地に館を構えたことから名古屋伝と呼ばれた。あず鏡には、研究3年7月、源頼友が 名古屋殿を訪ねたとの記述がある。時世以来、この地には、北条氏の邸宅があった。父、北条義時の歓喜を被って、廃着となった北条朝時が、祖父時世の屋敷を継承したことにより、名古屋次郎名乗り、名古屋流北条氏の祖となる。なお、大町三丁目より、城明寺方面へ抜ける、釈迦堂霧同士の直上の遺構が、 上記の北条時政屋敷跡と推定されてきたが、2008年に鎌倉市が行った発掘調査により、最も古い遺構でも13世紀後半で時世の時代まで遡れないことが明らかとなり、翌年、大町釈迦道口遺跡と名称が変更された。同遺跡は鎌倉時代の未知の寺院跡と推測される。また、門中書の羊であった。 三好康信の邸宅もこの地にあり、収められていた文中書の記録は名古屋文庫と呼ばれている。名古屋文庫は上元3年1月26日に消失した。安望国から鎌倉入りした日蓮が最初に構えた松葉がやつ草案がこの地にあったとされ、日蓮州とのつながりが強い地域である。松葉がやつの妙法寺、暗黒論寺、長勝寺、 名古屋谷の源義の光の邸宅があった、大宝寺はいずれも日蓮宗の寺である。暗黒論寺の近くには名古屋大国道と呼ばれる彰子があり、名古屋坂へ向かう途中には鎌倉獣医の一つ、銚子の家日蓮骨水がある。また、名古屋を取り巻く周辺の丘陵部や谷の頂上付近には櫓が多く、名古屋霧道士脇の万太郎道櫓群。 上明寺との境界の釈迦堂が谷には、釈迦堂谷櫓群、釈迦堂尾根櫓群、三郎道が谷の三大谷櫓、大町七丁目の黄金櫓などがある。鎌倉の NPO 紹介、大町自治連合会及び、鎌倉市、平成27年度、触れ合い地域懇談会報告書鎌倉地域、南地区、逗子市内の地名調査報告書逗子教育委員会、 1998年、景観資産寿司市、鎌倉の大町釈迦堂口遺跡が2010年度にも国の史跡に指定、未知の廃寺跡の可能性。カナロコ、オリジナルの2015年3月30日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/.20150330061343/http://www.canaloco.jp/.article/.9519/.cmsit 9349? ありがとうございます。